ページズならマイクロソフトワードとの連携も簡単にできるのでファイルを共有したりマイクロソフトオフスユーザーと連携して作業ができます。ワード文書をページズで開くのは簡単です。ワードファイルをドックのページズアイコンにドラッグアンドドロップするだけです。これでワード文書をページズで編集できます。ページズで作成した書類をワード書類として保存することもできます。 ファイルメニューから別名で保存を選択します。次にこのチェックボックスをチェック。ポップアップメニューでワード書類が選択されていることを確認したら保存をクリックします。ページズ文書の最も簡単な共有方法は E メールです。共有メニューのメールで送信からフォーマットを選択します。ページズがメールを起動し、添付ファイル付きの新規メッセージが開きます。あとは送信するだけです。 ページズならマイクロソフトワードユーザーとの連携も簡単にできます。